こんばんは、ナシメラです。今回はですね、パズドラにやってきた悠々白書コラボガチャ、これを引いていきたいと思います。すでにですね、ランク50悠々白書コラボガチャは引いておりまして、カラスが出ました。まあ、カラスはハズレということですね。今回引こうと思ったのはですね、浦飯祐介が非常に強いということですね。まあ、なんというか、ロックを解除しながら二色陣というのも持ちつつ、なおかつ、いわゆる無効貫通も持っているというかなりのね、使いやすさがありますね。今回交換で取ろうと思ったんですけれども、今回持っているフェスゲンのね、交換対象にユウスケを交換できるキャラがあまりいなかったので、引いてしまいたいと思います。確率は 2.5% ということで、まあなかなか厳しい確率ですね。今回ですね、この悠々白書コラボガチャを、浦飯祐介が出るか、もしくは他の虹が3体出るまで引こうと思います。まあ、一応他の虹が3体出れば、祐介と交換できるという、まあ、かなりもったいない使い方ですけれども、そんな感じでいきたいと思います。とりあえず一発目は金ということで、声もですね、魔風館という、大技を何百年も食べて使うことができるキャラでございますね。まあ、一応、二次三体を出せば他のとね、交換できるようになったので、昔に比べると、まあ、優しくはなったかと思います。さて、二回目。まあ、2.5% が5体なので 12.5% ということで、まあ、二次自体も結構強いですね。限界。霊光波動拳の使い手。まあ、浦飯の師匠的存在ですね。さて、3回目です。どうでしょうか。まあ8分の1ぐらいで虹が出ると思うので、まあそこら辺はなかなか厳しいとは思いますが、これは陣ですね。風使い陣です。まあ、結構、後半になるとね、強いキャラとして登場しております。そして、4回目。お、よし、浦飯、どうだ。あー、親父だー。これはライゼン。実は浦飯祐介の親父という、まあ、魔族大覚醒した後会いに行くということですね。いやー、残念。まあ、とりあえずでも虹が出ることはありがたいです。交換材料にはなるので。さあ、5回目。からの、歯切りかな、メスナイパー。まあ、今回、この、選ばれたメンバーの中では、まあ、潜水とちょっと異色なキャラというか、まあ、パートが違うキャラという感じがしますね。まあ、本体的には実はそんな強くないので、あっさりやられてしまっております。さあ、どうだ？お、よし！どう？ああ、潜水！歯切りの後は潜水ですか。なるほど。まあ、このキャラはどうなんですかね。まあ、非常に強いキャラではあると思うんですが、まあ、裏飯のインパクトが強すぎてね、あまりよくわかっておりません。はい。一応虹がね、回数出ていただいているので、浦飯との交換条件があと1体で揃いますね。もう1体はバルディンをね、餌にしようと思います。ですが、もったいないので、できれば浦飯自体を引いてしまいたいところですね。はい、まだでも8回しか引いてないんですよね。結構、いい引きだと思います。さあ、9回目。ボタン、まあ、このキャラが浦飯祐介に出会ってから物語が始まるという感じでしょうか。いろんなところで要所で活躍しておりますね。そして10回目ですね。はい、金から、中、まあのんべえなんですけれども、石頭というキャラです。ただし浦飯より頭が硬くなかったので負けてしまったということですね。11回目。ああ、やっぱりね、そう簡単にはね、虹が来ない、あの図なんですよ。コエンマ。あと1体はでも引きたいですね。12回目。裏飯を引ければ一番おいしいところ。はい。まだクワバラが出てないですね。あ、カラス。カラスはランク5中のガチャで出ました。さて、13回目ですかね。どうだ、よし、裏飯来い、
あー冷えか。いやー5体のうち3体引いたんですが、恨めしにかわされましたね。ただ一応交換条件は揃ったということですが、この3体を生贄にしなくてはならないということですね。いや残念ですね。まああと1回引いて、終わりたいと思います。ヒエは、蛇王演説剣と蛇眼の使い手ということで、漫画の中でも非常に強いキャラとして登場している、感じですね。さて、ではラスト1回参ります。これで一応14回という感じですね。はい、まあそうですね、金でした。そして最後はクワバラ。そういえば出てなかったクワバラですね。何気にタフなキャラという感じがいたします。このキャラも非常にね、物語の中では重要な位置取りを常に占めていたキャラと言えるのではないでしょうか。というわけですね、今回は、悠々白書コラボガチャを引いてみたんですけども、14回で二次産、そして、その内訳が雷禅と潜水と比叡という感じでした。クラマと恨めしだけが出なかったという感じですね。一応、この3体を生贄にして、恨めしユースケを取ってしまいたいと思います。まあ、もう1体の、生贄がバルディンという感じですね。まあ、5体のうちのね、3体が引けてたので、この中に恨めしがいてくれれば生贄もなくて済んだので、非常に惜しいところではありました。一応星5キャラも取り切ってますので、バランスはなかなか良かったかと思います。被りもなかったので、そこら辺はね非常に良かったかと思いますが、まあ、被ったとしても今回の場合は恨めしユウスケと交換する生贄になるだけなので、まああまりね変わらないところではありますね。まあ、今回の恨めしのね交換材料で持っている星6のフェス源があんまりいいのがいなかったというのもありまして、まあなんとうまいことねかわされてる感じがしますね。まあ緑ソニアとかね入ってないのが非常に残念ですね。青オーデン、赤オーデンを持っていないので交換がすごいしにくかったです。なので完全にこのヒエとライゼンと潜水が交換に入るかと思いますね。一応恨めしはかなり強いキャラと思うので、それでね交換してしまう価値は今回はあるかと思います。今回は悠々白書コラボガチャを引いてみました。ご視聴ありがとうございました。